お、なんかすぐマッチするね。カズさん対戦よろしくお願いします。ふんふん、ネクロズマいる。うわ、レックーザいるじゃん。いいポケモン持ってんね。これはまた難しいことするね。ライオンキングとファイヤーに対してはグラドンが生きる。あとあのエレキレジリもいける。まあこれ初手グラードンはありで、ユレイドル、カイオーガ、ファイヤー来る。ただファイヤーに対してはね結構怖い。ここ普通に詰まれるあるから、だから HP 残しつつ倒したいから、もう初手第3弾行くわ。え？電気技読んでる？お、マジか。うわー、いるー、グラードいるしかも電気技打ってる俺。いや、終わったわこの最強グラードに勝てる。いや、終わったー。え、何やってくんのこれ。え、ワンチャンダイバキルあるか。まあ、ダイヤするか、普通に。いや、きちぇ。俺のグラドン強え。俺のグラドン強えよ。まあ、特防あげよっか。わ、これレックーザでしょ。で、ここの雷は電気技も読んでくんの？もしかしてそういうことする？え、こう素直に打っていい？あー、素直に打っていいパターンか。まあちょっとここ耐えないから、まあ、ダイジェットか。いや、耐えるよダイジェットは。よし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 、ダイジェットは耐えんねん。わ、硬いね、さすがに。さすがに硬さしてるな。ちょっと正直言ってこれ以上ダイジェット積まれるのはすごく嫌なんだけど、ただ、まあ、ちょっと死に出し、うわー、これレックーザに負けるな。まずい。マジでまずすぎる。おい、おい、こっちグラードンとカイオーが、戦術しててレックーザに負けるとかあっていいのかこれ。ダメだろう。あ、ここはユレイドルでもうメタルバースティング、メテオビームを食らわすしか勝ち目がないんじゃん。ダイジェットは耐えるんで。いや、耐えるかないや、怖えいや、耐えてもらわないで困る。頑張れ。よし。よし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 。ほら、耐えた。ポケモンを我が子を信じる力が、勝利へと導くと。宇宙のパワーもらって、パワフルハーブで力みなぎって、どんぐらい入る？くっそマジか。マジか。待って、これラストファイヤーで、レックーザがダイジェット3回。いや、これ海洋が抜いてるって。海洋が抜いてるって。くっそくっ。ギガドレイ打つしかない。あ、てか今の暴風外したらワンチャンあったな。チークショー。チークショー、マジで。悔しい。これ何かの間違いで抜け。何かの間違いで抜いてくれ。頼む。っていうか、暴風外せ。暴風を、
ちょっと待って、相手何匹いんの？相手3匹いるやん、普通に。待って、相手3匹いるってことは、全員に、待って、まずメタモンが海洋がコピーするじゃん。で、ファイヤーでしょ。これ、雷しかないじゃん。雷全員に当てよう。待って、雷って雨の時外す時あんの？え、待って。あれ？あ、そっか、レッグーザが水タイプじゃな、ん？ないからってこと？ちょっと待って、え、待って。あ、これ抜かれ、あ。耐えるけど向こうも耐えるってことじゃね？耐えるけど向こうも耐える。あ、そっか、メタ、やべえ、ちょっと待って、え、マジ勝つこれ。え、勝っていい？待って、ファイヤー上取ってるよ俺。当たってる。え、お願い、くっす。え、ま、ちょっと待って、特攻、あ、やばい。あ、なんだそれ。は、あー、おー、おい、世界一面白いわ、このゲーム。ありがとうございました。